新型インフルエンザ等対策特別措置法とは、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図ることで、国民の生命及び健康を保護し、生活や経済への影響を最小にすることを目的として制定された日本の法律である。略して、新型インフル特措法とも呼ばれる。なお、本法は、新型インフルエンザだけでなく、急激に流行して国民に、 重大な影響を及ぼす、恐れのある、新たな感染症が発生した場合にも適用される。新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置等を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する、医療に関する法律、検疫法、予防接種法と、 相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって、新型インフルエンザ等の発生時において、国民の生命及び健康を保護し、並びに、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする、ことを目的とする。自然災害に備えた。 災害対策基本法やテロリズムへの対処を定めた武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律をモデルに制定された。2013年4月の施行以降適用された例はなかったが2020年における新型コロナウイルス感染症の蔓延の恐れにより一定期間 c o v i 1 9を新型インフルエンザ等とみなすための法改正が行われ。 本法に基づいた緊急事態宣言の発令等が実施された。2009年に世界的に流行した H1N1、アケイ,インフルエンザウイルスへの対応が混乱したことを踏まえ、2010年3月より厚生労働省が講じた対策の総括を行い、今後の H1N1 アケイ,インフルエンザの再流行時の対応及び鳥インフルエンザ発生時の対策の見直しに活かすため、 新型インフルエンザ対策総括会議が厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部のもとに開催され2010年6月に厚生労働省に対する提言を取りまとめたこの中で対策の実効性を確保するため各種対策の法的根拠の明確化を図ることが提言されたこれを受けて2011年11月10日の 新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議で新型インフルエンザ対策のために必要な法制度の論点整理について議論し日本国政府で法整備が検討された2012年4月27日の参議院本会議で民主党公明党などの賛成多数で可決成立した共産党社民党は反対し自民党は 田中直樹防衛省及び前田武氏国土交通省の問責決議後の審議拒否中に法案が内閣委員会で採決されたことを理由に欠席した。5月11日に本法が交付された。結果、医療の確保を確かなものにするための医療関係者に対する保障制度の創設や、知事の権限の法的根拠の明確化等が図られた。知事の権限については、 全国知事会からの災害対策基本法に類似した知事の権限を付与するなど法的な整備を進めるべきという強い要望があった。交付の日から1年以内5月10日で政令で定める日に施行と規定されており、中華人民共和国で鳥インフルエンザの感染が広がったことを受け予定より前倒しされ施行日を定める政令を同年4月2日に閣議決定し、 同日の官報で交付、翌13日に施行された、新感染症への該当可否についての議論 COVID-19 が改正前の本法上の新感染症とすることができるかどうかについて、2020年2月28日の衆議院の財務金融委員会で、国民民主党の日吉裕太委員への答弁として、内閣総理大臣、安倍晋三は、 対象となる感染症の種類が異なることを理由に、新型インフルエンザ等特別措置法の適用は難しいと判断していると法解釈を答弁した。厚生労働大臣、加藤勝信は何が原因かわからないものがあるための新感染症という規定だ。今回は新型コロナウイルスだとわかっており、新感染症ではないと説明した。一方、 3月13日の参院内閣委員会で参考人として出席したオミ・シュゲルは同感染症を新しい感染症だとする意見を述べた。2020年3月13日、新型コロナウイルス感染症を改正法の施行日から最長2年間本法の対象とする旨の改正が行われ、翌14日に施行された。以下、この改正に至る経緯を記述する。 2019年12月以降、世界的に流行している新型コロナウイルス感染症は2020年1月の政令によって感染症法に基づく指定感染症及び検疫法に基づく検疫感染症に指定された。一方、この感染症について政府は本法の対象となる新感染症には該当しないとの法解釈を取ることを表明し、 その解釈を取る以上、COVID-19 について本法は改正しなければ適用できないこととなった。安倍晋三首相は2020年3月2日の第201回国会参議院予算委員会にて本法を COVID-19 にも適用可能なように改正する方針を表明3月4日の同委員会一般審議においても 改正した上で、本法32条に基づく緊急事態宣言を発令できるようにする方針を改めて示した。内閣は、2020年3月10日に、コビットナインティーンの発生及びその蔓延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み、2年を超えない範囲内において、政令で定める日までの間、コビットナインティーンを 新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等とみなし、同法に基づく措置を実施するために、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案を閣議決定し、同日衆議院へ提出した。3月11日に衆議院内閣委員会で、3月12日に衆議院本会議でそれぞれ可決され、 参議院に送られた。採決では、野党共同会派の賛成方針に従わず、反対票を投じたり、欠席する造反者が現れ、日本共産党は反対したことから、主要野党の足並みの乱れと報道された。3月13日、参議院内閣委員会及び参議院本会議にて可決され成立した。同日付の官報号外徳第十七号で交付され、 翌14日に施行された。当初 COVID-19 を本法の適用対象とする期間は、政令により2021年1月31日までと定められたが、2021年1月7日に緊急事態宣言が再度発令された際に、政令改正により2022年1月31日までと改正された。さらに後日の通り千二十一年二月十三日の 法改正で期限の定めなく適用対象になった。法案の審議において野党の要求で各種対策を実施する場合においては国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとすることなどを求める付帯決議が衆参の内閣委員会にてなされている。現下の新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、 当該感染症にかかる対策の推進を図るため、営業時間の変更の要請等を内容とする、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を創設し、合わせて、新型インフルエンザ等緊急事態措置において、施設の使用制限等の要請に応じないものに対する命令を可能とするため、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案が、 2021年1月22日の閣議で決定され、同日衆議院へ提出された。衆議院での審議は、2021年1月29日に本会議において西村大臣が趣旨の説明を行い、これに対する質疑が行われ、内閣委員会に付託された。1月29日、内閣委員会において西村大臣から趣旨の説明が行われ、 質疑が行われた。2月1日、内閣委員会厚生労働委員会連合審査会において質疑が行われ、内閣委員会において修正に決された2月1日の衆議院本会議で委員会修正。賛成会派は自由。衆議院での修正は1月28日に自民党と立憲民主党との修正協議で合意されたもので、 新型インフルエンザ等対策特別措置法に関しては過量罰の期待の引き下げ等が主な内容である。参議院での審議は2021年2月2日に本会議において西村大臣が趣旨の説明を行い、これに対する質疑が行われ内閣委員会に付託された。2月3日内閣委員会及び内閣委員会厚生労働委員会 連合審査会において、質疑が行われ、内閣委員会において、可決された、同日、参議院本会議で可決され成立した。参議院における会派別。改正法は、同日付の官報号外特第8号で交付され、不足第1条の規定により交付の日から起算して10日を経過した日である2月13日に施行された。本法の対象とする、新型インフルエンザ等とは、 感染症法6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症と感染症法6条第9項に規定する新感染症のうち全国的かつ急速な蔓延の恐れのあるものを指し新型インフルエンザだけでなく急激に流行して国民に重大な影響を及ぼす恐れのある新たな感染症が発生した場合にも対応できる感染症法によれば 新型インフルエンザ等感染症とは、新型インフルエンザ、最高型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症及び、最高型コロナウイルス感染症をいう。また、新感染症とは、感染症法では、人から人に伝染すると認められる疾病であって、すでに知られている、感染性の疾病とその病状または治療の結果が明らかに異なるもので、 かかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、蔓延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあると認められるものを言う。さらに本法では、全国的かつ急速な蔓延の恐れのあるものに限定されている。2020年3月14日の法改正により、新型コロナウイルス感染症についても、最長2年間は対象とすることとなっていたが、 二千二十一年二月十三日の法改正により、新型コロナウイルス感染症は期限、日本国政府や地方公共団体、新型インフルエンザ等の発生が確認された場合、内閣総理大臣は原則として政府対策本部を設置する。政府対策本部が設置されたときは、政府対策本部の名称並びに、設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、 これを講示しなければならない。また、政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事及び市町村長も対策本部を設置しなければならない。また、医療従事者等へのワクチンの先行接種の指示が可能になる。新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定される政府対策本部に移行した当日の新型コロナウイルス感染症対策本部の 会合2020年3月26日の持ち回り閣議で新型コロナウイルス感染症対策本部の設置についての一部改正についてが行われ新型コロナウイルス感染症対策本部を新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくものとした設置の工事は2020年3月26日付官報特別号外第33号で行われた 第24条9項は都道府県対策本部長は当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは講師の団体または個人に対しその区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができるとしているこの規定を用い二0二0年に 新型コロナウイルス感染症に対応するため、一定の種類の施設の使用停止等の要請が行われ、緊急事態宣言以後ほとんどの都道府県において行われた。2020年5月4日、国は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名の事務連絡を各都道府県知事に発出し、緊急事態措置の維持及び緩和等に関して、 留意すべき事項を示した。これは、特定警戒都道府県及び、特定警戒都道府県以外の特定都道府県に、区分して、緊急事態宣言に延長後の措置についての留意すべき、事項を示したものである。特定の地域において、国民生活及び、国民経済に、甚大な影響を及ぼす恐れがある蔓延を、防止するため、蔓延防止等重点措置を創設し、 営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料が規定されて、全国的かつ急速な蔓延により、国民の生活及び経済に、甚大な影響を及ぼし、またはその恐れがあるものとして、政令で定める要件に該当する事態となった場合、政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行う。 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合、営業の休止、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過量が規定されて、国や都道府県による費用の負担についての規定のほか、損失保障や損害保障等についても本法で規定している。国、都道府県は、権益のためにやむを得ず、 特定病院等を同意なく使用する場合や臨時の医療施設開設のため土地等を使用する場合等による損失を保障しなければならない。また要請や指示による医療等を行う医療関係者に対して実費を弁償しなければならない。要請や指示による医療の提供を行う医療関係者がそのため死亡や負傷した場合らは損害を保障しなければならない。記述の通り 都道府県知事は施設の使用停止等の要請、外出自粛要請を新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき行うことができる。2020年4月26日、時事通信は高額マスク、政府が強制収容へと報道した。マスクの品薄が続く中、政府が高額販売などで不当な利益を得る事業者への対策を強化する。 方針を固めたことが25日明らかになった新たな対策では物流小売業者がマスクの値上がりを見込んだ買い占めや売り惜しみをしていないか調査不当と判断した場合特措法55条に基づき都道府県は売り渡し要請や収容措置が可能となるとの報道であるこの報道ではどのように明らかになったかは伝えていない なお新型インフルエンザ等対策特別措置法第55条に基づく収容の場合、当該処分により通常生ずべき損失を保証しなければならないと規定されている。2020年4月27日の菅義偉官房長官は記者会見で売り渡しの要請などを行うことについても都道府県と連携しながら検討していきたいと述べた。 2020年4月26日の報道に関する続報は2020年6月2日現在確認できない。また2020年4月27日の菅官房長官の発言にある検討についても報道や公式の発表についても同様に確認できない。ありがとうございます。